そもそもあの内田さんと古川さんのこのお二人のまた絆っていうのはどうなんですか私もいいこと言われないです <laughs> <laughs> でも,も本当にでもベニマルのやっぱセりフがめ,めちゃくちゃあったかくてだから、あのー、本当にすごい収録正直めちゃくちゃ楽しかったんですけどあ<ー>やっぱ誠、あのー、君とやっぱお芝居をするときはやっぱその本当に会話 本当に会話の温度感とかそのテンポ感とかその人のこう呼吸みたいなものがやっぱすごく感じられるお芝居をしてくださるのでだから自分もそのキャラクターを乗せてなんか言葉が出てくるというかあのやっぱ引き出してもらえる。やっぱ 会話ってやっぱり相手からもらって初めて、あのー、生まれてくるものなので、うん、与えられたセリフをこういうふうに読むのではなくこう返したいなとかこう届けたいなってキャラクターの気持ちで思えるお芝居をやっぱ届けてくださる方なのでだからやっぱりお芝居をしてたのはすごい楽しかったし、ね、いつもそういう気持ちであのご一緒させていただけるありがときはこの映像を僕、帰ってから見返そうと思います。 あの内田うまっていう人がやるその人間であるとかキャラクターって絶対的にその自我であるとかあの個人としての何かっていうものを持ってそこにあるっていうお芝居をしてくれるんですよねだからそのキャラクターがあってセリフがあってそこにそのふさわしい 声のイントネーションであるとかその抑揚であるとかっていうのをつけるのは基本中の基本のこととしてその上でじゃあこの人はどういう癖を持ってるのかとかどういう、えー、とそうだな心の在り方なのかみたいな感じのことを芝居でこ示してくれる部分っていうのがものすごく見えやすくってそれを分かりやすく伝えてくれてなのであのゃの言葉に僕も言葉を返せる部分もあったりとかもするしあと役柄的に。 うちゃくの役がぐいぐい前に出てって僕はそれをこう後からついていったりとか静止したりという役柄が結構多いんですよね隣で並んで歩いてみたりとか,、はい、なんかそういった役の変遷というか一緒に共演させていただいた変遷もあってこの劇場版でもなんかこうあったかいやり取りができたんじゃないかなと個人的には思ってます。うーん この舞台挨拶の映像を三十本ぐらいダビングしたいと思います <laughs> <laughs>。誰か見せるの?。<laughs> <laughs> 配り、配りはるかもしれない<本>。<laughs> 聞いてくれよ、これ。<laughs> <laughs> ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。